こんにちは、7月26日の第1回チェインオブサバイバルに出演させていただくモンブです。よろしくお願いします。僕らですね、2人でやっておりまして、主に、ピアノの倉脇くんと、ボーカルの増田俊という2人でやっております。ね、どんな曲を大体やるっけ。まあやっぱりこう静かな、まあね、曲を中心に。確かに2人でやるって言ったらね、静かになるよね。まあでもその静かな曲もあるし、盛り上がれるような曲も、頑張ってやってます。よろしくお願いします。ですね、今回チェインオブサバイバルに出させていただくことになったんですけれども、クラック君的にはこうどういう風な意気込みがある。意気込み、うん、まあ、やっぱり命の大切さっていうのを伝える、ライブということで、まあ、静かな曲の中にもこう、中に大切さを込めれてるかなと、今日この頃、まあそうみたいです。まあ僕ら、チェインオブサバイバル出演させていただくわけなんですけれども、静かな曲もあるし、オリジナルの曲もやっていこうと思うんですけれども、その中にも、歌詞とかでですね、皆さんに伝えられるものがあればなと思いながら、増田君が必死に書くんで、ぜひ聴いてやってください。一生懸命やりますんで、よろしくお願いします。でですね、僕らの考えるこのイベントの趣旨っていうのは、音楽を通じて皆さんに命の大切さとか、自分の考える命というものをもう一度再認識してもらって、それは何かと問いかけるとか、そういう意味が、意味合いがあると思うんですよね、僕は。でそのためにはやっぱこう提起する方の僕らが命について考えてないとやっぱおかしいと思うんですよ。まあそうですね、やっぱり。ということはやっぱりクラーキ君がこれ今命の大切さについてこうコメントをやっぱり言ってくれると視聴者とかすごい嬉しいんじゃないかなと思ってね。大切さについて、まあ普段僕らその学生の時とかは、まあ学生の時って今も学生なんですけど、4年生ぐらいまでは、そんなに、まあ、命とか、まあ、救命とか考えることもそうなかったですけど、まあ今ちょっとポリクリと、ね、そこまで身近にね思うこともない、ね、まあ今そのポリクリという、まあ、病院を回らせていただくことが増えて、やっぱりね、まあより身近にはなったよね、職業としての、まあ、命の大切さっていうのはすごい感じるようにはなったんじゃないかと、救命に行ったね、去年1回行った、はい、まさかどういや、やっぱりそれまでも、まあ、その授業とかあったりテストとかあったり、まあその机の上で学ぶ命っていうのと実際に見てみた命っていうのをやはり実感として自分の中にこう入ってくるというか、やっぱ目で実際に見たり体験するっていうのは非常に重要なことで、それをやっぱ感じたからこそ今回のこのイベントに出演させていただくのは非常に嬉しいことだと思います。はい。でですね、ね、やっぱ音楽を僕らは やるじゃん、やるけど音楽ってただのツールでしかないと僕は思うんですよ。
音楽っていうのはツールで、なんかやっぱこう伝えたいメッセージ的なものがあって、それをあの僕ら提起するから、見てる人もやっぱりあのそれをこうちゃんと感もらってほしいなってい う, こうキャッチボール的なものが何かしらその場を通じてできたら、これもすごいいいライブになるんじゃないかなと思ってますね。でまあ、うん、あの来ていただく方にもその、うん、増田君が今言ったことを胸に、はい、歌詞はちょっとね雰囲気がすごい味わってもらえたらなと、うん、はい、まあ、すごい真面目な感じになってしまったんですけど、うん、こうやってこう長々と喋ってきたわけなんですけれども、うん、まあ、そろそろ僕らのねお話も最後にしたいと思っておりまして、ということでここでね、クラーキ君に最後締めの一言お願いします。はい、締めです。はい、じゃあ精一杯にまあ頑張ります。いや、これカットで僕ら、本当はモンブっていう名前なんですけど、実はちょっと言っちゃいけないような本当はそういう名前でして、ちょっと省略してるんですです。本来のそのちょっと卑猥な感じの名前の、名前でちょっと、ライブがありまして、6月20日にですね、またライブがありまして、詳細の方はまたどうすればいいんですかね